2011年の震災から記憶を風化させないという、その意味がすごく強くて、胸が張り裂けそうな祈りにも似た、叫びにも似た、そういう思いが絶対こうどこかにあって、瀬戸内でいると遠く離れてその記憶がどん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 風化していくんですけれども、その事実、そういうことを心に留めておくっていうのを今回テーマにしています。何か、まあ、事件とか悲しいことがあったとして、当事者性を獲得する、当事者として物事を考えていく、離れたところの火事を岸から眺めているのではなくて、出発した船を眺めているのではなくて、同じ船に乗っているというイメージで物事を考えていくっていうのが今回の作品の、まあ、スタンスですかね。手をモチーフにした作品が多いです。この手のモデルも実は制度がモデルなんです。例えばこういう形をしてくれとか、こんな感じにしてくれとか、そういうこう注文をつけるのではなくて、福島の話をしたり、私の考えを話をして、もしそれを手で表現するならどんな形で表現するだろう、生徒がしたポーズをそのままトレースしている。今回は私のオリジナリティだったり、書くっていうこう強いものが割と少ない作品だから、モデルは手だし、そのままトレースしているだけ。風で動いたり、光で影が映ったり、お互いこうキャストのように、作品がお互いにその要素を関係し合って成り立つ空間、そういうのを今回目指しはしました。悲しみが今でも続いているかもしれないという、当事者性を持つ、イメージする、そしてそれを記憶する、そういうこう仕掛けを作るのには、私がこうだよという声高らかに、こうなんだこうなんだって話すよりは、見に来てくれた人がこの中に一緒に入っていただいて、それを考えていただく、そういう空間になればいいなと思ってます。